はい、こんにちは、林です。今日は前回の購入品紹介の際に詳しくお話ししますって言っていたサーキュレーターについてね、詳しく今日はお話ししていきたいなと思います。はい、じゃじゃーんと、はい、こちらですね。はい、サーキュレーターですよ。はい、これをですね、無印で買って、袋で担いで家まで持って帰りました。まあ重かった。正直夏暑いしね、本当にこれ通販にすればよかったなっていうふうに思ってるぐらいなんですけれども、僕が買ったのはサーキュレーターの、低騒音ファンのホワイトですね、白色のタイプになります。まあ、この動画では実際に開封してみた様子だったりとか、まあ、あと中に入ってるもの、そして実際にこれ電源につけてみて、まあ、音だったりとか、あと風量ですねっていうものをちょっとこの動画に収めていきたいなと思います。まあ、この無印のサーキュレーターね、結構気になってる方多いんじゃないかなと思います。まあ、特に音ですね、風量、風量がどれぐらい静かなのかっていうのを売りにしてますので、まあ、その静かさっていうのをね、一番最大の風力と最小の風力、音どれぐらい違うのかっていうのを、まあ、僕今一眼カメラで撮影してまして、マイクも結構いいの使ってますので、まあ、そのマイクで音を拾ってですね、実際にチェックしていきたいなと思います。ということで早速こちら開封していこうかなと思います。はい、ということで早速こちらのサーキュレーターを開封していこうと思います。いや、なんかこの開封の瞬間ってやっぱ一番ワクワクしません？で、僕は結構ワクワクするタイプなんですけど、だからね、結構いろんな人の開封動画とかね、僕見ちゃうんですよね。なんかカメラの開封とか最近よく見るんですけど、まあ、一応こちらを開封していきます。あ、ここに書いてる住所はこれ無印の住所なので関係ないですね。パカンと開けると、はい、まずこんな感じで説明書とも本体がね、こういう風に入ってますね。まず説明書、そして本体が、あ、結構シンプルだわ。ちょっと箱を取り出しますと、はい、こんな感じで入ってるので、袋を開けると、はい、じゃじゃーんとサーキュレーターが出てきますと。で、ちょっとコンセントがね、ここにくるくるなってるので、はい、まあ、こんな感じですね。結構コンパクトですね。やっぱお店で見た時はちょっと大きいかなと思ったんですけど、いざ自分の家に置くとサイズ感がコンパクトだなって思います。で、これ動かせるんですよね。あ、こっちか。はい、はい、サーキュレーターですね、出てきました。で、今回こちらのサーキュレーターはですね、4980円で、サーキュレーターの低騒音ファンのタイプになります。で、一応こんな感じで、ここがこういう風に動いたりするんですけど、まあ、早速ね、ちょっと電源を入れていこうかなと思います。はい、今コンセントつなげたんですけど、一応ね、スイッチどこにあるのかっていうと、裏側ですね。これ、ここにね、こういう風にダイヤル式でスイッチがあるんですよ。ちょっと見えるかな、こんな感じで、はい、スイッチがあるんですけど、今ね、0ですね。で、1230、1230っていう感じで、0にすると完全に止まった状態。で、これをダイヤル回すと、回ってるの分かりますかね？まあ、1、2、3っていう感じでなりますと。では、ちょっと風量と、あと音ですね、チェックしていきたいなと思います。はい、今こういう感じで置いてるんですけど、まず1の風量を出していきます。これが1ですね。一番弱いタイプの風になります。まあ、あんまり風として、まあ大体こういう感じ。ね、そんなに強くないなっていう感じなんですけど。いや、静かですね。本当に静か、これ。じゃあちょっと次、2にしていこうかな。これが2ですね。まあ中間の音。まあ風当てるのがこういう風になりますよ、と感じなんですけど。まあ静かですね。今僕の部屋が本当に静かで、僕がこう喋ってる声しか基本的に聞こえないので、まあ2ぐらいの風量でちょうどいいかなって思いますね。うん、まあ、ただこれ本当にここ固定式で、別に何こうこういう風に回ったりはしないので、まあ、ただ見た目本当にシンプルですね。このサーキュレーターは買ってよかったなって思います。では次、最後3、はい、これが一番強い風量です。はい、もう飛びそうですね。まあ確かに3ぐらいになると、ちょっとうるさいですね。うん。
まあ低騒音ファンっていう名前なので、まあでもこれぐらいの音が出るのは正直仕方ないのかなって思うんですけど、どうですかね、こういう感じの音になります。じゃあもう一回ちょっと2にしますね。2がこれぐらい、次1が全く音ないですね。うん、まあ普段使うなら2かな。うん、1,2,3 でダイヤル回せて、2が真ん中の風量なので、まあ寝る時もこれぐらいでいいから、まあ1でも全然いいんですけどね。まあ基本的にサーキュレーター使う時って絶対この一番風量が多いタイプにする人ってあんまりないんじゃないかなって思うんですよ。まあだからこの2か、これ2ですね、今1かっていう感じですかね。1は本当に全く音ないので、もう軽く使いたいっていう時にはこの1の風量で十分かなと思います。はい、ちょっと説明書を見ながらね、まあ、詳しく見ていきたいんですけど、これ実際取り外せるんですよね。うん、取り外せるのでちょっと取り外しましょうか。まずこれを真上に上げますと、そしてあ、ここか、これがロックカバーですね。ここにロックカバーっていうのがついてるので、これをちょっと外します。あー、なるほど、はいはい、そして多分ね、これで、はい、まずこれが外れます。このロックカバーを外すとこれが外れます。でそうするとこんな感じで中が開きますので、まあ割と掃除もしやすそうですね、これだったら。まあ、ただお子さんがいらっしゃる家庭では本当にここのロックカバーを外してパカッと開けてしまうと本当に開いてしまうので、そこは気をつけた方がいいと思います。まあ、ただそれ本当に掃除しやすいです。まあ見てもらったら分かると思うんですけどね、ここの蓋が簡単に開くので、で直す時にはここにね、一応なんかメモリがついてるんですよ。でこれでロックとかロック解除分かるので、でまたロックしてこれを、あ、完全にもうここをね閉じたら全く開かないので、まあ大丈夫かなと思います。まあ掃除もしやすいですし、まあ非常にコンパクト、僕の手がこれぐらいだとすると、まあ大体こんなもん、まあ僕の手もともと大きいのであんまり比較にならないかなと思うんですけど、まあ大体こんな感じで使えますよっていうファンですね。まあ風量とか音とか、まあ皆さんが知りたい情報っていうのは、まあ提供できたかなと思うんですけど、まあ使い道ですね。あとは、まあ僕は基本的にもう寝る前にもうエアコン切るんですよ。クーラーですね。エアコン切って、まあただ夏は暑くなるので、そういった時に扇風機をずっとね、実家にいた時からつけてたんですよね。で扇風機を回して僕は寝るんですけど、まあそういう寝る時には、まあ多分1かな。この1で寝るかな。うん、で他には洗濯物ですね。洗濯物が乾きやすいように使ったりとか、あとサーキュレーターって別に夏場の扇風機とかじゃなくて、冬場ですね、エアコンの暖房の空気をより一層この部屋の中に取り込むために使うっていう方も多いんですよ。まあ、扇風機っていう名前じゃないので、これサーキュレーターなので、あくまでもその送風機として使ったりとか、まあ、あとは洗濯物が乾きやすくするため、部屋干しになるとやっぱりどうしてもね、洗濯物乾きにくいっていう時にはこういう風に風を当てると比較的すぐ洗濯物乾きやすいんじゃないかなって思うので、まあ、そういった時に使えるんじゃないかなと思いますっていう感じですかね。まあ僕としては割とデザインシンプルだし、まあ、使わない時はね、クローゼットの中にしまえば問題ないので、まあ、僕の部屋のインテリアには比較的に馴染みやすいんじゃないかなと思います。軽いしね、コンパクトだしということで、サーキュレーター、レビューしていきました。まあ、僕としてはデザインもすごく気に入ってるし、まあ、音もね、静かだし、まあ、あと掃除もしやすいということで、まあ、問題なく使えるんじゃないかなと思います。店頭に行ったら実際にね、これ試すことができますので、ぜひ試してみてください。こちらが4980円で、色がホワイトとブラックで、僕はこちらのホワイトを選んでいる感じになります。
はい、ということで今回はサーキュレーターの紹介だったんですけれども、まあ僕もね、サーキュレーターはやっぱ夏場結構使うんですよね。まあおそらくさっきもお話ししたと思うんですけれども、僕寝る前はですね、基本的にね、クーラー消してるんですよ。クーラーを消して扇風機をつけてね、夜寝るようにしてるんですけれども、ただこれまで持っていた扇風機をですね、どっか行っちゃったっていうか、多分実家に持って帰ったんですよね。うん、実家に持って帰って、それから僕の家に持ってくるってことをしなかったので、まあそしたらもう今回を機に無印のね、扇風機、サーキュレーターを買おうかなってことで今回買いました。値段をもう一度お伝えすると4980円です。今回僕が買ったタイプはですね。で、もうちょっと大きいタイプになると5、6000円ぐらいしますので、まあそこはね、値段はね、自分のお財布だったりとか、あと自分の部屋の広さによってサーキュレーター買う風量ですね、サイズが変わっていくかなと思いますので、そこはですね、実際に店頭に足を運んでみたりとかして、まあ実際店頭に行けばですね、今サーキュレーターって結構特集というかコーナー組まれてるんですよ。やっぱり人気なのでね、まあ実際に触れるので、風量だったりとかそういったものを確かめて購入してみるのをお勧めします。まあこんな感じで今日はサーキュレーターの紹介だったんですけれども、まあ普段から無印良品で買った商品の紹介だったりとか、あとガジェットの紹介とか豊かに生活する方法とか発信してますので、まあ僕のチャンネル気になるって方はぜひチャンネル登録、そしてこの動画のグッドボタン、高評価ぜひよろしくお願いします。あと僕ブログもやってまして、ブログではですね、僕が持ってる無印のアイテムの紹介とか、ガジェットの紹介とか、まああとは、僕のなんかこう意見みたいな記事も書いてるんですけれども、このブログの URL もこちらの動画の概要欄に貼ってますので、ぜひチェックよろしくお願いします。はい、ということで今日はですね、動画以上になります。次の動画でもお会いしましょう。バイバイ。